こんばんは、たかしん&一郎チャンネルのたかしんです。今日はですね、札幌市内マイナス12度っていう今外気温になっております。もう最近はですね、こんなに吹雪いた、雪の日、マイナス、14度近く氷点下がずっとですね、北海道は続いてますよ。いや、ほんとね、雪はもう嫌ですね。まだ自分の車は4区なんで、まだ埋まったりっていうことはないんですけども、やっぱりですね、こう、あれだけ雪が降るとですね、このタイヤハウス内に、こういうふうにですね、雪がですね、たくさんつくんですよ、これ。見てください、これ。これタイヤとの氷がですね、してなんかタイヤが減っちゃうんじゃないかなっていうぐらいですね、こう雪がたくさんつくわけですよ。それでですね、この雪をじゃあどうやって取っていくのかっていうのを簡単に紹介します。これはですね、ハンマー等で叩いたりしたり取ることがあるんですけども、このぐらいの気温ですと蹴ったりしますと割とタイヤハウスについてる雪がですね、こう取れるような感じです。で、後ろもね、結構ね、すごいつくんですよ、これ。見てください、これ。すんごいつくんですよ、タイヤやハウス内の中が。これも蹴ってね、取ったりしてます。これ全部ね、4本やるって言ったらね、結構ね、疲れるのはしないんですけど、ね、結構手間がかかるんですよ。これがマイナスですね、7度ぐらいですとこういう風に簡単に受けて取れないんです。ある程度マイナス1度ぐらいじゃないと受けても取れないので、皆さん優しく蹴ってあげてください。それでは今日はこの辺で終了となります。また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。